はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は提督の決断をプレイしていきたいと思います。で、前回ですね、航海を攻めて攻略占領したので、今回その続きになるんですが、ちょっといろいろ進められる部分だけ進めておきました。まずですね、不要な航空基地から、飛行機を全部引き上げましたということで、今ですね、航空基地に配備しているのはハワイとインド洋だけになります。あとはですね、近々で必要のない戦力に関しては一度日本に戻して近代化改装する準備を進めています。で、さらには画面の左上に作戦目標が出てると思うんですけど、航海を取った後の作戦目標をマダガスカルに設定して、次のターンでマダガスカルに攻め入れるような形で艦隊を今アラビア海に集結させています。アラビア海に侵入する艦隊戦力はご覧の戦力、第2艦隊、これ正規空母4隻に、現連合艦隊の早期艦虹大和ですね、これを配した艦隊で、第3艦隊、こちらも同じく空母3隻要している艦隊です。ただこの飛龍、神閣、赤城に関しては、装甲がベニヤ板なんで、どっかのタイミングで一度日本に戻して装甲化したい、近代化の改装をしていきたいと思います。で、あとはですね、第4艦隊、ここは潜水艦がいくつか入っていますが、ここも空母4隻からなる空母艦隊ですね。これを次のターンでマダガスカルに送っていきましょう。で、あともう一つ特筆すべきところとしてお話しておくべき点としてはですね、ハワイにいよいよ戦略爆撃機を配備したので、アメリカの西海岸、アメリカ本土を空爆できる準備が整いましたというところになりますので、今後ね、アメリカ本土に空爆、空襲を仕掛けていきたいと思います。ではターンを送って、マダガスカル攻略戦入っていきましょう。で、マダガスカルは事前のスパイからの情報によると、敵の水上部隊、艦隊戦力は撤退済みなので、早期にですね、味方からは空母から敵基地の攻撃隊を送っていきたいというふうに思っています。では、例によって一度ですね、艦隊に指示を出したいので、時間の進み遅くしちゃいましょう。で、敵の艦隊戦力がいないことは確認済みなので、スパイからの情報によって。まずは、この基地に対して攻撃隊を送りましょう。先制攻撃ですね。一度ね、足を止めるのは危険ではあるんですけど。早いね、やっぱり。そしたら、ちょっと待ってね。駆逐艦が沈没させられたってことは、敵の航空基地から飛行機が出てるな。飛んでますね、もう。駆逐艦といえども、撃沈される数はできるだけ減らしたいというか、むしろ空母とかが沈められたら痛すぎるんで。何？敵艦発見だと？何？艦隊戦力が出てるって話は聞いてないぞ、スパイめ。何してたんだ？
マジか。味方の空母は大丈夫なんだろうな。いや、敵基地の攻撃が先だ。敵の基地を早々に破壊しないと。逆に敵の航空基地から出てきちゃいますからね。よし、まずは2つの基地を破壊した上に、敵の水上部隊も撃破したと言っていいでしょう、ほぼほぼ。いやー、ちょっとびっくりしたな。スパイからの情報だと、艦隊はいないという話だったんで、すっかり油断してましたけど。あとは夜明けを待って再び艦隊から攻撃隊を送っていけばいいかな。それでことが足りるな。夜明けに合わせて、あとは空母を敵の基地に攻撃隊を送れるレンジ内に収めるような形で艦隊を進めていけばいいですね。今画面の右下に出ているのが最後の航空基地ですね。ここがレンジに入ってきたら攻撃隊を送って仕留めましょう。これで決まるはずですね。よし、これでマダガスカルを取ったんで、味方の艦隊のダメージがどんくらいかだな。駆逐艦1隻で済んだか。まあ良かったと言っていいな、これは。その他は無傷ですね。で、敵の方はというと、従順はじめ、第15艦隊は全滅させましたね。よかったよかった。で、こちらは駆逐艦と潜水艦が補充されていますというところですね。で、夜間航空機も作れるようになったか。これ12周かかるんですけど、早期にやりましょう。さあ、そしたらですね、まずはインド洋から艦隊戦力と基地航空隊をマダガスカルに移しましょう。なんでマダガスカルには飛行場を3つ作ります。4周かかるんだな。まあでもここはね、しっかりしっかり入れておかないといけないとこなんで、3つの飛行場を作りましょう。で、戦略爆撃機は次のターンはマダガスカル入れられないか。アメリカ西海岸に戦略爆撃機を送りましょう。ついに西海岸、つまり本土、アメリカ本土に空爆を行っていきましょうね。で、喜望砲を取るためにというところなんですけど、まあ忘れないうちにいつもの順番で、やることをやっていきましょうか。で、物資援助は石油の押し売りでしょう。で、技術開発は今回は薄めにせざるを得ないな。お金がなさすぎる。で、兵器開発は
夜間の航空機。うわ、金がね、お金がなくてできないとかショックすぎるな。一週間さらに伸びるか。まあ、しょうがないで、お金がないなら何もできないので。そしたら、輸送船ですね。輸送船を、8隻ぐらい作る？今回は。これを、マダガスカルに配備しましょう。で、艦隊なんですが、インド洋から艦隊を全部移動させましょう。マダガスカルに全部移動。で、日本の方はですが、第一艦隊がそれこそ日本に戻ってきてるんで、これらを一旦そうですね、階層化していきますか。あとは戦略爆撃、いや、その前に艦隊だな。今お金がいくらあるかだな。お金が1672しかないとなると、潜水艦をいくつか作るぐらいしかできないかな。いや、それだったらやっぱりあれですね、せっかく艦隊戻してるんで、改装した方がいいな、それだったら。まだしていきましょう。改装はどうやってやるんだっけな。ちょっと待ってくださいね。艦隊の移動や編成、いや、艦隊の移動や編成じゃなかった気するんだけどな。そうか、その前に、じゃあちょっとせっかくなんで、新しい未配備艦とかを第5艦隊に組み入れて、これハワイに移動しましょう。第5艦隊ね、第5艦隊を忘れないうちにハワイに移動させます。で、これはよくてだ、第一艦隊の、艦隊に組み入れているのが良くないのかな、もしかして。一旦ちょっと艦隊から外しますか。そしたら、第一艦隊から、じゃあ例えばアタッカーを、外してみる？うわ、でもこうやってみるとあれだな、ドイツの艦艇ボロボロだな。大丈夫なの？っていうぐらいボロボロだけど。まあ、それはそれとして、こっちの方の、改装ですね、改装。改装の仕方がちょっとわからなくなっちゃったんで、どうしようかな。一旦このまま進める？いや、せっかく来たからもったいないんで、ちょっとグダグダして申し訳ないんですけど、どうしても改装したいんで、改装、前改装した時どうやってやったっけな。やっぱり艦隊から外さないといけないと思うんですよね、多分。なんで、一旦改装したいのを未配備に戻しましょう。多分ね、こうしないといけなかったんじゃないかなって気がするんで、
ちょっとこれでやってみます？で、艦隊の移動や編成で、編成。で、これを、艦船名の変更ではない。何をしたいかというと、艦船の改装をしたい。改装したいぞ。改装したいけど、改装の仕方がわからないんで、そしたらどうしようかな。ちょっと今回ごめんなさい、短いんですけど、改装の仕方はこっちで調べておくんで、改装しつつ、次回につなげていきましょうか。まあ、今回はね、マダガスカルをサクッと取ったっていうだけの、ちょっとね、短めの感じには仕上がっちゃうんですが、どうしても改装の仕方がわからないんで、しょうがないですよね。ごめんなさい。ちょっとじゃあ改装の仕方は調べておきますんで、一旦ここで終わりにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。